宴の時間ね。千年に一度開かれるという魔女の宴。この機会を逃したら次はないわ。私たちを作り上げた魔女に会いに行って確認するのよ。どうしてクッキーを、私たちをこんな風に作ったのか。どうしてクッキーをこの世に作り出したのか。そうすればわかるはずよね。クッキーとして生まれて生きていく方法が、みんなが幸せなクッキーの世界を作る方法が。そうよね。躊躇してはいけない。すべてのクッキーの自由のために。千年ぶりに会う友達よ、ようこそ。クッキーをたくさん焼いておいた。さあ召し上がれ。魔女が、私たちを作った魔女がクッキーを食べているだなんて。こんがりこんがり焼きましょう。偶然という魔法に任せてみようか。私たちを騙していたのね。ただ食べるためだけにクッキーを作っていたなんて。私はこうして生まれ、息を吸い、自分の意志を持っている。なのに、こんな運命、受け入れられるわけないじゃない。あれ？は？柱？あれは誰のクッキーだ？究極のクッキー生地に落ちているようだ。新しいカルタ、素晴らしい。私を暗黒魔女クッキーと呼べ。魔女より、より魔女らしい恐怖となろう。本当に自信はあるの？その選択を後悔しない自信が。あなたが、いや、私が何のために真実を追いかけてここまで来たのか、そんなことはどうでもいいの。弱くて恥ずべき過去のかけらのくせに、私の足を引っ張るつもりか。私を誰だと思っているの？あなたは私から生まれた存在なのよ。私が聞いているの、あなただけの絶望の海に溺れてクッキーたちの自由を守るという気持ちを捨ててしまうの。私こそも誰の意志にも左右されず、己の意志で生まれたクッキー。弱肉強食という自然の摂理も理解できぬくせに、私に説教をするつもりか。それがあなたの選択なのね。でも自由の光はあなたの思い通りにはならないわ。永遠に、永遠にね。セイントリリークッキー、残されたあなたの一部は私が守る。あなたを、いつか私たちは止めること。
あたり一体クッキーの粉だらけだ。しつこい生クリームめ、その上鼻を刺すようなバターの匂いで息が詰まる。一体何が起こっているというのだ。まずは急いで暗黒魔女クッキーを探そう。あなたの記事はムーンストーンの通路を通じて安全な場所へ運ばれたけど、あなたの魂は世界のあちこちに散らばってしまった。いつか戻ってくるために私の声を忘れないで、セイントリリー・クッキー。クッキーたちのための世界を作るという夢を最初に抱いたその気持ちを忘れないで。いつか戻ってこられるように。セイントリリー・クッキー。消えた記憶を探すことは時に苦しみを伴うってことにやっと気づいたの。ごめんなさい。私こそ最も救いようのない存在だったのね。ムーンストーンを私ごと破壊してくれる？世界のあちこちに散らばってしまったあなたの魂を全て集めることができれば、私の声についてきて、セイントリリー・クッキー。しっかりして、セイントリリー・クッキー。眠っちゃダメ。私の声を聞いて。私の声を聞いて。バニラクッキー。ピュアバニラクッキー。勇敢なクッキー。ごめん、少しぼーっとしてたみたいだ。大丈夫、生地が真っ白だよ。僕は大丈夫。それにしてもそろそろ着く頃だと思うんだけど。鋭いね。その件で君のことを呼んでいたんだ。飛空艇がビーストイースト大陸の上空に侵入したよ。着いたんだね、ビーストイースト大陸に。クレーム共和国が飛空艇を貸してくれて助かったよ。船でリコリス海を渡っていたらもっと時間がかかっていたからね。うわあ。今のは何？飛空艇が何かに引っかかったようだったけど。何かが飛空艇を掴んで揺さぶっている。わあ！一番味クッキー、舵を切ってみて。やってるんだけど重くて動かない。飛空艇が墜落する。みんな気をつけて。危ないとこだった。みんな大丈夫？平気だよ。クレーム共和国の飛空艇は墜落しても安全だね。空からクッキーが落ちてきた。ん？今誰か喋った？何もないところから声が聞こえてくる。そんな風に探したって俺のことは見つけられないぜ。愚かなクッキーたちめ。この葉っぱの間に
体を隠してるやつがいるよ。ああ、乱暴に取るな。へえ、魔導士味クッキーは目がすごくいいんだね。君は誰？話せ、この。わ、クッキーに化けた。俺はビーストイースト大陸のサバイバルの達人、カメレオンクッキーだ。カメレオンクッキー？ああ、聞いたことがあるよ。周りの環境に合わせて体を隠す能力の持ち主だね。かわいいな。誰に向かって言ってるんだ。ビーストイースト大陸のことを何も知らないで一番間抜けなゼリー触手モンスターに食べられそうになっていたくせに。ゼリー触手モンスター？引く手の下敷きになっているこいつのこと？長い触手がついてるね。そうだ、こいつは目がない代わりに音には敏感なんだ。あんなに大きな音を立てながら飛んでいたら捕まって当然だよ。ゼリー触手モンスター、クランチー大陸ではとっくの昔に絶滅したはずなのに。噂通りビーストイースト大陸は原始的な生命力に満ちているね。確かに危なそうだね。そうだぞ、お前らみたいなクッキーは半日もしないうちに食べられてしまうだろうな。みんなで慎重に進めばきっと大丈夫だよ。危険なのは分かっていたことだし。気を抜かずに進もう。俺の言うことを聞けよ。何が言いたいの？ビーストイースト大陸のサバイバルの達人である俺がお前らに同行してやるって言ってるんだ。え？いいよ、僕たちだけでも平気だよ。ビーストイースト大陸に詳しい俺がいれば生存確率が少しは上がるかもしれないぞ。俺も大きなクッキーたちについていけば楽だし。お互い損はないと思うから遠慮しなくていいぞ。どう考えても私たちにいいことなんてないような気がするけど。でもビーストイースト大陸に詳しい仲間ができるのはいいんじゃないかな。そう、そう来なくっちゃ。じゃ、決まりだな。早速出発だ。これ、いつの間に頭に乗ったの？行こう、ビーストイースト大陸の深い森の中へ。ところで、ピュアバニラクッキー、僕たちは暗黒魔女クッキーのところに向かっているの？今の僕たちが持っている情報と戦力を考えると、今すぐ暗黒魔女クッキーのところに向かうのは無理だよ。何よりも暗黒魔女クッキーの居場所がわからないからね。今回の探検の目標は、ビーストイースト大陸で暗黒魔女クッキーが企んでいる計画が何なのか突き止めること。そのためには暗黒魔女クッキーがどうしてビーストイースト大陸を自分の舞台にしたのか、その理由を明らかにしないと。きっとクランチー大陸ではやり遂げられない何かのためにここに来たはずだからね。ビーストイースト大陸でだけやり遂げられることって、そのためにはビーストイースト大陸についてもよく知っておかないとね。だろう？だから俺のことが必要になるってわけさ。今まで僕たちが見たのは原始モンスターが住んでいる鬱蒼としたジャングルだけだからね。ビーストイースト大陸にもクッキーたちが住んでいるのかな。バカかお前、当たり前だろ。君、ちっこいくせに言葉遣いが悪いよ。ちっこいってなんだよ、お前とあんま変わらないだろ。言い伝えによると、ここにも
群れをなして住んでいるクッキーたちがいるそうだよ。特別な環境に適応して生きているんだって。そのクッキーたちに会えれば、ビーストイースト大陸についてもっと詳しく聞けるかもしれない。伝説の中の存在だから、実際に会えるかどうかはわからないけど。ん？どうしたの？ピュアバニラクッキー。ああ、聞き覚えのある声がしたような気がしたんだけど。空耳だったみたいだね。このまま先に進もう。これ、何なの？消えるどころか、もっと小さくなって広がっていくよ。後部法師も知らないのか？お前らの体は全部これでできてるんだぞ。酵母胞子。デザート生物を構成する一番小さい単位とも言われているものだね。一番小さい単位？僕たちの体より大きいのに？ビーストイースト大陸では酵母もこんなに大きいんだね。なんか楽しそうだね。ついてこいって言っているのかな。まさか罠じゃないよね。俺はここまで。これ以上はついていかないからな。どうしたの？逃げて行っちゃった。何あいつ、サバイバルの達人だから僕たちにも損はないって言ってたのに、黙って逃げるなんて。なんて早いんだ。夢中になって追いかけてきたら、すごく深いところまで来ちゃった。ここどこ？あ、みんな周りを見て。あ、クッキーの粉？やっぱり罠だったんだ。クッキーを捕食するモンスターなの？カメレオンクッキーのやつ、全部知ってて自分だけ逃げたんだな。かわいい胞子でクッキーをおびき寄せるなんて。粉のせいで前が見え。ハクション。ブー。やっとくしゃみが少し収まってきたよ。胞子の粉が消えた場所で何か光ってるよ。あれはまさか。自由の光のかけら。自由の光？君の真理の光みたいなもの？僕が持っていた古代英雄の光と同じ、セイントリリークッキーが持っていた英雄の光のかけらだよ。セイントリリークッキー？セイントリリークッキーは暗黒魔女クッキーになって完全に消えたとばかり思っていたけど、なんだか僕のことを呼んでいる気がする。ピュアバニラクッキー、勝手に触っちゃ危な。あなたたちは？どうやって生きているの？生きて動いている酵母。クッキーの材料と同じ成分だわ。初めて見た。ここに関する本をあれだけ読んだのに、足を踏み入れるたびに驚かされる。間違いないわ。ビーストイースト大陸にはクッキー誕生の秘密が隠されている。必ず見つけ出してみせるわ。
クッキー誕生の秘密を。今のは何？みんなで同じ夢でも見たの？今のセイントリリークッキーだったよね。これはセイントリリークッキーの記憶だ。え、どういうこと？きっとこの自由の光のかけらにセイントリリークッキーの一部が含まれているんだ。もしかしたらこのかけらがセイントリリークッキーを目覚めさせてと僕たちに語りかけてきたのかも。僕たちをおびき出すために暗黒魔女クッキーがばらまいたのかもしれないよ。そうだね。前もセイントリリークッキーの記憶のかけらに私たちを導いて暗黒魔女クッキーの封印を解かせたから。ビーストイースト大陸に来いと言われた時から怪しいと思っていたんだ。うん。ということは暗黒魔女クッキーの計画に一歩近づくことになるわけだね。暗黒魔女クッキーの計画の手がかりになるかもしれない。自由の光のかけらは持っていこう。本当にセイントリリークッキーの記憶のかけらならなおさら放っておくわけにはいかないからね。また聞こえてきた。やあ、お前ら無事だったんだな。君、酵母モンスターがいたのに自分だけ逃げたでしょ。まさか、ちょっと用事があっただけだよ。それにしてもよく無事だったな。お前らマジで強いじゃん。やっぱり仲間にして正解だったぜ。いつの間にかまた勇敢なクッキーの頭の上に乗ってるし。え？あっち行ってよ。そんじゃ出発。私も協力したいの。うん？何か光ってるぜ。なんだ、食べ物じゃないのか。自由の光のかけら。気をつけて、ピュアバニラクッキー。油断しないで。これも暗黒魔女クッキーの罠かもしれない。でも正直セイントリリークッキーの痕跡を見つけることができてちょっと嬉しい。セイントリリークッキーはいつも何も言わず僕たちの前からいなくなったからね。その度に聞きたかった。今度はどこへ行くのかって、何のために行くのかって。もう聞くこともできないけどね。この光るかけらを集めれば暗黒魔女クッキーではないセイントリリークッキーの気持ちが少しはわかるかな。王国に戻らないと。もう時間がないぞ。とりあえず急いで連れてきたけど、こいつはどうする？今は陛下を守ることを優先しろ。おい、スズラン味クッキー、すぐ戻るから少しだけ耐えていてくれ。クッキーの声。この辺りに冒険家のクッキーたちでもいるのかしら。何が起こっているのかはわからないけど、助けが必要のようね。声がしたのはこっちの方だったわ。あ、この羽は。早く陛下の元に戻らないと。なんてひどい傷なの。
方は誰ですか？ただの旅行者クッキーよ。じっとしてて、私が治療するわ。その羽、あなた妖精クッキー族でしょ？魔法学園図書館の禁書庫の本に書いてあったわ。ビーストイースト大陸の奥、魔女たちに命じられて神秘的な木を守りながら王国を成しているという伝説の種族だって。外の世界ではそんな伝説が伝えられているようですね。あの伝説は本当なの？私は外の世界のクッキーに何も話してはいけないのです。私はクッキー誕生の秘密を明らかにするためにこのビーストイースト大陸までやってきたの。もしクッキーの世界を守るという使命を持つフェアリーキングの伝説が本当なら、フェアリーキングと私は同じ気持ちを持っているということになるわ。フェアリーキングを守ることがあなたの役目でしょ。私も協力したいの。だからこの治療が終わったらフェアリーキングの元に連れて行ってくれる？この近くにクッキーたちが住んでいるところがあるみたい。危ない状況だったみたいだけど、スズラン味クッキーはちゃんと戻れたのかな？ピュアバニラクッキー、ビーストイースト大陸にもクッキーたちが住んでるって言ってたよね。他に何か知らないの？ビーストイースト大陸に古代クッキー王国があるっていう伝説は知っていたよ。クランチー大陸の古代王国よりも遥か昔に建国されたらしいけど。そうなの？じゃあなんで最初からその王国を目指さなかったの？本当に実在するのかわからないんだ。どこにあるのかも。お前ら妖精王国のことを言ってるのか？え、知ってるの？伝説は知らないけど、羽付き妖精クッキーたちの王国のことなら知ってるぜ。本当にあるの？当たり前だろ。でも関わり合いにならない方がいいぜ。よくわからないけど、とても意地悪な奴らだったからな。自分たちだけでうまいもん食って、いつも歌って遊んで、よそのクッキーたちは入れてくれないんだ。入れなかったから気に入らないだけじゃないの？俺みたいに可愛いクッキーを入れてくれないなんて、こんなの間違ってる。止まりなさい。ちょっとカメレオンクッキー、また自分だけ逃げるつもり？外の世界のクッキーたちがどうやって妖精たちの森に入ってきたのです？セイントリリークッキーの記憶の中で見たスズラン味クッキー。妖精たちの森、全然知らなかった。僕たちはビーストイースト大陸を冒険するためにやってきたクッキーなんだ。暗黒魔女クッキーっていう悪いクッキーの痕跡を探してるんだよ。言い訳は無用です。妖精たちの領域に侵入するなんて。話が通じないね。スズラン味クッキー、落ち着いて僕たちの話を聞いてくれないか？え、どうやって私の名前を？僕たちは暗黒魔女、いや、セイントリリークッキーの記憶を追いかけてここにたどり着いたんだ。あなたはセイントリリークッキーを
妖精王国へ案内したクッキーだよね。あ、セイントリリークッキーのことを知っているんですか？もしかして皆さんは、セイントリリークッキーのご友人ですか？セイントリリークッキーのご友人だとは知らず、私は、フェアリーキング陛下の騎士であると同時に、セイントリリークッキーの伝道を守る騎士でもあるのです。セイントリリークッキーの伝道があるの？もちろんです。セイントリリークッキーは、妖精王国の英雄ですから。セイントリリークッキーのご友人なら、妖精王国の友人でもあるのに。先ほどは大変失礼しました。妖精クッキーたちにとって、セイントリリークッキーは、とても大切なクッキーなんだね。セイントリリークッキーが妖精王国の英雄だなんて、一体何があったの？詳しいことは妖精王国に着いてからお話しします。到着しました。何も見えないけど。妖精の目にだけ見えて、妖精の力だけで開く扉だからな。びっくりした。いつの間に戻ってきたの？妖精王国に入れるなんて、こんな美味しい機会を逃すわけにはいかないからな。少しお下がりください。私が扉を開きます。よいしょ。ついさっきまで何もなかったのに。わあ。こんな魔法は初めて見るよ。妖精たちだけの魔法なのかな。へへへ。おう、青き巡礼者よ。羽はなくとも、私たちのように、濃い香りを放つ花に似ている。妖精たちの救済者で、妖精たちの永遠の友。銀色の大地で、再び目覚めることを望まん。そなたの旅は、まだ終わっておらぬ。わあ、百合の香りで充満しているよ。キラキラしてて綺麗。なるほど、ここが妖精王国か。どこから見て回ろうか。あそこだ。花粉だのか胞子の粉なのかわからないけど、何か飛んでいるね。妖精たちがセイントリリークッキーのための歌を歌っている。セイントリリークッキーがいなければ、妖精王国は災いの火を止めることはできなかったでしょう。来たる災いの火、デザートの世界全体が危険に見舞われるとのフェアリーキング陛下のお言葉を聞いて、セイントリリークッキーは少しもためらわず、私たちに力を貸してくれました。全力を尽くして災いの拡散を食い止めてくれたのです。ビーストイースト大陸の外に光の力を持つ英雄クッキーがいるとは聞いていましたが、あれほどの力とは、あんなに強い力は、フェアリーキング陛下以外のクッキーでは初めてでした。今は永遠の眠りについてしまいましたが、その魂だけは、今もクッキーの世界を守るために戦っています。セイントリリークッキーの魂が残っていたおかげで、自由の光のかけらも消えないで残っていたのかな。
何言ってるの。セイントリリークッキーの魂は暗黒魔女クッキーの魂なんだよ。じゃあ妖精クッキーたちも暗黒魔女クッキーに騙されているってこと。災いの火を止めるために。こちらです。皆さんとご友人の再会に立ち会えるなんて光栄です。あ、本当にセイントリリークッキーなの。暗黒魔女クッキーが作った罠かもしれないよ。もう騙されないからね。僕を呼んでいた声だ。僕をここまで案内してくれたんだね。君を見つけるために。ピュアバニラクッキー、君はどう思う？暗黒魔女クッキーの罠なのかな。全てのソウルジャムを奪おうとした暗黒魔女クッキーが4体の古代英雄を倒しても絶対手にすることのできないものがあるとしたら、それは自由の光だ。それを手にすることができる唯一のクッキーだったのに、自ら違うクッキーになることを選んだからね。ビーストイーストの森の中で見たあのかけらも、ここに眠っているセイントリリークッキーの中で今も消えずに残っている光も、暗黒魔女クッキーが手にすることのできないセイントリリークッキーの一部なのは明白だよ。でもどうして消えずに残っていたんだろう。セイントリリークッキーに一体何があったのかな。スズラン味クッキー、外の世界のクッキーたちを王国へ連れてきたと聞いた。マーキュリーナイトクッキー、こちらのクッキーたちはセイントリリークッキーのご友人だよ。外の世界から来たクッキーたちをお連れするようにと陛下のご命令だ。陛下って、王様が僕たちを呼んでいるってこと？フェアリーキングに会えばたくさんの疑問が明らかになるかもね。セイントリリークッキーのことについても、災いの日についても。案内を頼めるかな。こちらへ。フェアリーキング陛下の御前に。なんだか緊張するな。そなたたちか。セイントリリークッキーの友人というクッキーたちは。そんな一言じゃ説明できない複雑な関係だけど。デザートの世界の運命を背負っているクッキーたちがいるな。勇気を持って自らの運命に逆らったクッキー。え？僕のこと？優しい心で仲間のことを思うクッキー。お。小さいが大きな知恵を持っているクッキー。小さいは余計だと思うけど。それに世界の均衡を保つ光を持つ英雄クッキーまで。僕たちはクランチー大陸から来た勇敢なクッキー、いちご味クッキー、魔導士味クッキー、ピュアバニラクッキーです。クッキーの世界を脅かすとあるクッキーを追いかけてビーストイースト大陸までやってきました。その名は暗黒魔女クッキーだな。え？なんで知ってるの？私は長い間魔女たちから命じられてこの銀色の木を守ってきた。
この木に封印されている悪の力を欲するクッキーはいつの時代にも存在していた。そのような悪の存在に気づくことも私の使命である。もしかしたら知らないのかもしれないけど、ここに眠っているセイントリリークッキーは暗黒魔女クッキーと同じクッキーだよ。暗黒魔女クッキーがかつてセイントリリークッキーだったことはもちろん知っている。今妖精王国に眠っているセイントリリークッキーの記事は暗黒魔女クッキーにならなかったセイントリリークッキーの一部なのだ。セイントリリークッキーに何があったのですか？かつてセイントリリークッキーはこの妖精王国からクッキー誕生の秘密を明らかにするための危険な旅に出た。あまりにも危険だと何度も止めたのだが、彼女を止めることはできなかった。その代わり万一の時に備えて亜空間を通じてここへ戻ってこられるムーンストーンのかけらを与えた。ムーンストーンのかけら？でもムーンストーンは禁忌とされている魔女たちだけの魔法だ。ダークムーン魔法とも呼ばれている。月の裏側という亜空間に通じる扉だからな。ブルーベリー学園にあったあのムーンストーンみたいなもの。そう、セイントリリークッキーが学生時代に次元の扉を開いた装置だね。その旅の途中で何があったのかは分からぬが、ムーンストーンのかけらを使ってそこから離れなければならない恐ろしいことがあったのは確かだろう。妖精王国から旅立って間もなく、悪を自称する暗黒魔女クッキーがこの世に現れ、魂のない空っぽのセイントリリークッキーの体がムーンストーンを通じてここにたどり着いたのだから。それじゃあセイントリリークッキーは暗黒魔女クッキーに変わったんじゃなくて二つに分かれてしまったってことなのかな？そういうことになる。だがセイントリリークッキーとして残ったのはごくわずかだ。そして残されたセイントリリークッキーの魂は自由の光とともにチリジリになってしまったということですね。かつてセイントリリークッキーがこの妖精王国に訪れた時、災いの火を阻止したと聞きましたが、何があったのですか？この銀色の木に封印されている力と関係がある。暗黒魔女クッキーが狙っている力でもあるが、直接見せた方が早い。命の銀色よ、我々を守りたまえ。混乱のデザートの大地に平和と調和を与えたまえ。我々の光よ、その座を守りたまえ。銀色の花を咲き誇らせて深く埋もれた悪を封じたまえ。そなたは、そなたの力がどこから来たのか、そして何のために存在するのか知っているか、ピュアバニラクッキーよ。それは一体？魔女が生成した善の力、そなたが持っているソウルジャムのことだ。その力の最初の主はそなたではない。そなたに限らず他の英雄クッキーも同じだ。え？英雄クッキーが？ソウルジャムの本来の主じゃない？それじゃあ本来の主は誰？話は
この銀色の木が芽生え始めた頃、遠い昔、デザートの世界が誕生した頃に遡る。魔女たちは自分たちに協力して、この世界を創造する五体のクッキーを焼いた。高貴なる力で、クッキーの世界をより良い世界へ導く存在を。魔女たちから絶対的な力を授かった五体のクッキーは、神の代理人のような存在だった。知識、意志、幸福、歴史、そして連帯。五つの価値が調和するデザートの世界は、楽園そのものだった。じゃあ、そのクッキーたちが本来の主なの？今のソウルジャムの価値とはちょっと違うね。しかし、絶対的な力を持ったクッキーたちが、己を過信し、傲慢になると、どれほど恐ろしい悲劇が訪れるか、当時の魔女たちにも予想できなかった。クッキーの世界の預言者でもあった五体のクッキーたちは、自分たちの力を間違った方向へ振るい始めた。クッキーの世界をより良い世界にするために授けられた五つの力は、嘘、虚無、怠惰、破壊、そして沈黙へと堕落してしまった。嘘と虚無と怠惰と破壊と沈黙だなんて、聞いただけでも怖い。かつては神の代理人だったクッキーたちは、世界を脅かす悪魔、ビーストと呼ばれ、クッキーの世界を恐ろしい悪で覆い尽くした。見かねた魔女たちは、すべてのビーストをこの大陸に封印し、彼らの力を眠らせるために銀色の封印樹を植えた。そしてビーストたちが眠っているこの地は、ビーストイースト大陸と呼ばれるようになったのだ。魔女たちはビーストたちに授けた力の中から、善なる部分の生成を何度も繰り返して、ソウルジャムを生み出した。だが、その力を初めから授けることはせず、自らを証明したクッキーたちがその力を手にすることを願っていた。そして、苦しみに満ちた巡礼の道の末、そなたが手にした真理の光もその力の一つ。嘘と真理が混じり合っていた知識の光を生成して生み出したソウルジャムなのだ。それじゃあ、真理の光を生成して残された嘘の力は、ビーストイースト大陸のどこかに眠っている。そしてそなたの真理の光は、ここに眠る五体のビーストの悪の力と均衡を保ちながら、彼らを封印する力となっている。大きな木の枝が五つあるね。それぞれが英雄クッキーのソウルジャムの力を表してるみたいだよ。全部キラキラ光ってるね。でも、あの一つだけ光がすごく弱いみたいだけど。今や四つのソウルジャムが次々と力を取り戻しているが、長い間これらの枝は枯れる寸前の危うい状態だった。黒粉戦争以来、ソウルジャムがすべて粉々になって世界中に散らばったあの時ですね。長きにわたる不均衡の時、ビーストたちは機会を逃さず力を蓄えていた。その間に力が強くなっちゃったってこと？私は
善の力が弱まった封印樹を守護者の力を持って一人で支えてきた。だが私だけの力ではビーストたちが力をつけていくことは止められなかった。巨大な悪は今も大陸のどこかで虎視眈々と解放の機会を伺っている。ビーストたちの解放を止める方法はもうないのですか？私たちの最後の希望は最後の英雄クッキー、セイントリリークッキーの自由の光が力を取り戻すことだ。そうすれば大陸に封印されている悪の力を再び抑えられるかもしれない。あ、そんなことができるのですか？封印時のセイントリリークッキーの枝はまだ光っている。確かに自由の光は散り散りになったが、力が完全に失われたわけではない。自由の光を集める方法があれば不可能ではないと思うが、今の状態では自由の光のかけらを集めればセイントリリークッキーを復活させることができるんですね。僕には聞こえるんです、自由の光の声が。え、本当？それは誠か。ならば我らにはまだ希望がある。一刻を争う状況だ。ビーストの封印が解かれる災いの日がいつ訪れてもおかしくない。そしてそなたたちが追ってきた暗黒魔女クッキーというものはその時を絶対逃さないだろう。ピュアバニラクッキーよ、どうか自由の光を集めてきてほしい。暗黒魔女クッキーの悪に染まっていないセイントリリークッキーの自由の光を。暗黒魔女クッキーに飽き足らずビーストたちまで、どうしてこの世界にはこんなに悪いクッキーが多いんだ？いくらこの世界を滅ぼすつもりだったとはいえ、暗黒魔女クッキーがこんなに巨大な悪の力を操る計画を立てていたとは。ソウルジャムの本来の主が今やクッキーの世界を破壊しようとする絶対悪になったなんて。ビーストたちの力を暗黒魔女クッキーが手に入れるなんて、考えただけでも怖いよ。僕たちの力で食い止めるんだ。でもビーストたちがソウルジャムの本来の主なら、古代英雄クッキーたちよりもはるかに強いってことじゃない？そうなの？そんなビーストたちが目を覚ましたら、クッキーの世界はどうなっちゃうの？みんな落ち着いて、まず今すぐやるべきことを考えてみようよ。セイントリリークッキーが自由の光を失わずに済むよう、ここで手に入る自由の光のかけらを全て集める必要があるんだ。森の中で見つけた自由の光のかけらにはセイントリリークッキーの記憶が込められていたよね。妖精王国でのセイントリリークッキーの足跡を追っていけば、自由の光のかけらも見つかるはずだよ。でも本当に自由の光のかけらだけでセイントリリークッキーを目覚めさせることができるのかな？それにもし目覚めても再び暗黒魔女クッキーにならないという保証はないのに。ここはどこだろう？さっきよりもずっと厳粛な雰囲気の場所だね。クッキーの石像がいっぱい。あれ、そういえばこの銅像、さっき見たナイトクッキーに似ているかも。
銀色の祝福を受けた騎士たちの外見は全て似てくる。びっくりした。クッキーのかけらさえ感じられなかったのに。悪い、羽があるからな。君も銀色の祝福を受けた騎士なんだね。そうだ、銀色の木の祝福を受けたクッキーは封印時の守護者を守るために命を捧げることになる。過去の味と匂いを捨てて、ひたすらシルバーナイトとしての使命を果たすのみ。じゃあシルバーナイトになる前はどんなクッキーだったの？無意味な質問をするものだな。ここはかつて災いの日が訪れかけたあの日、この地で倒れたシルバーナイトたちを思うために作られた場所だ。災いの日が訪れかけたあの日って、セイントリリークッキーが妖精王国を救った日のこと？そうだ、あのクッキーの力のおかげでかろうじて食い止めることはできたが、それでも多くのナイトを失った。大変な戦いだったんだね。封印樹の運命はクッキーの世界の運命を決定する。君たちの知る全ての平和の中心だと言えるだろう。フェアリーキング陛下はもうじきあの日と同じ規模の戦いが起きるかもしれないとおっしゃられた。俺はここを訪れると自分の体を捧げて封印樹とその守護者を守るという誓いを改めて思い返す。それがここに眠っている銀木の騎士たちの死を無駄にしない道でもあるんだ。自由の光の声、この中にある銅像のどれかから聞こえてくる。銅像の中から。一つずつ壊してみるわけにもいかないし。ゆっくり探してみよう。光るかけらだ。ここに自由の光のかけらがあるってことは、セイントリリークッキーが妖精王国で戦っていた時の記憶なのかな。僕たちに記憶を見せて、セイントリリークッキー。封印樹が叫んぞ。陛下、お怪我はありませんか？平気だ。封印樹の中から出ようとしているあれは何ですか？封印樹を破壊しようとする巨大な悪の意志だ。5つ全てのソウルジャムに主が決まったことがビーストたちを刺激したようだな。これからソウルジャムの力で外へ出ることがさらに難しくなると知って、全ての力をかき集めて封印樹を破壊する最後の機会を狙ってきたのだろう。皆さん、封印樹から離れてはいけません。陛下は安全な場所へ。封印樹の守護者である陛下が倒れてしまったらビーストの解放は止められません。いや、そういうわけにはいかぬ。封印樹を守ることが私の使命。封印樹がやられたらこの命を守ることなど何の意味もない。陛下にお供します。最後まで。マーキュリーナイトクッキー、残りの銀木の騎士団を率いてくれ。陛下の仰せのままに。皆の者、封印樹へ進軍せよ。銀木の騎士団突撃。私も一緒に行きます。もうあんなに裂け目ができたなんて。全力で食い止めるんだ。皆さん、
私と共に戦いましょう。今だ、セイントリリークッキー。あんなに巨大な裂け目を一気に閉ざすとは。ここには紙がいっぱいあるんだね。本ではないようだけど。妖精王国の図書館なのかも。妖精クッキーしか知らない魔法についても調べられるのかな。ここは妖精王国の時間と歴史がすべて記されている書庫です。長い時間を生きる妖精クッキーたちの命ほど膨大な知識が記されているのです。お探しのページはありますか？僕は見物しに来ただけだよ。僕は妖精王国の魔法の障壁について書かれた本が読みたいんだけど。妖精王国の障壁に関するページは2番目の壁、下から2番目の右端にあります。2番目の右端。あった。え、これ文字じゃないんだけど。妖精王国のすべての記録は古代の楽譜として残されています。はあ、だからみんな歌をたくさん歌っているんだね。もしかしてこの辺りでキラキラする光を見たことはない？キラキラする光に関するページは8番目の壁の上から3番目の棚の左から2番目にあります。あ、そういう意味じゃなかったんだけど。セイントリリークッキーがここに来たことはある？もちろんです。妖精王国に滞在する間よく訪れていました。セイントリリークッキーが最後に調べたページがあったら教えてくれない？セイントリリークッキーが最後に調べたページは3番目の部屋の9番目の壁の下から7番目の右から3番目にあります。なるほど、教えてくれてありがとう。お探しの時間と歴史が見つかりますように。3番目の部屋の9番目の壁だよ。下から7番目、右から3番目。あった！ページから光のかけらが飛び出してきた。これで4つ。セイントリリークッキー、ずっと探しましたよ。ここで何をしているのですか？あ、スズラン味クッキー、ちょっと探しているものがあって。お祝いパーティーには行かないのですか？セイントリリークッキーが主人公なのに。妖精王国を救った英雄のためのパーティーですよ。でも、だいたいいつまでお祝いパーティーをするつもりなの？もう1ヶ月も続けているじゃない。この前のフェアリーキング陛下の誕生日パーティーは6ヶ月やりましたから、今回は1年ぐらいやると思いますよ。そんなに？驚くことではないと思います。すごいことをしたんですから、それぐらいお祝いしなきゃ。それにしても
何を探しているのですか？魔女の宴に関するページを探しているの。フェアリーキング陛下がちょっとだけ話してくださったけど、それ以上は聞かせてくれなくて。司書の妖精クッキーはどこに行ったのかしら。司書の妖精クッキーもパーティーに行きましたよ。私も手伝います。早く探し出してパーティーに行きましょう。あったわ、マッチョの宴のための歌。よかったです。千年にたった一日、魔女たちが集まる宴。生きているクッキーを焼く魔女たちが一箇所に集まって想像について論ずる。空のごとく高い食卓を囲んで、クッキーたちの運命を皿の上に並べる。これだわ、スズラン味クッキー。まさにこれよ。何がですか？探していたものはそれで合ってますか？ええ、やっぱり妖精王国にクッキーたちのための道があったのよ。セイントリリークッキーが嬉しそうで、私も嬉しいです。それではパーティーに行きましょう。うん。ピュアバニラクッキー、何をそんなに考え込んでいるの？ああ、書庫で見つけたセイントリリークッキーの記憶について考えていたんだ。何か気になることでもあったの？それが。何？学生時代のセイントリリークッキーとあまりにも似ていてね。それがどうしたの？ブルーベリー学園で一緒に勉強した頃のセイントリリークッキーと僕は、クッキーたちのために、クッキーたちが暮らしやすい世界を作るために、クッキーのことを研究しなければならないとよく話していたんだ。でもそんなことを話しながらも、セイントリリークッキーは僕と違う方向を見ているような気がして。でもさっきセイントリリークッキーの記憶を見て気づいたんだ。こんなに長い時間が経ってもセイントリリークッキーの気持ちは一度も変わっていなかったってこと。終わりなき旅に出たことも、こんなに遠くまで来ることになったことも、クッキーたちのための真実を探すためだったんだって。もしかしたらセイントリリークッキーは僕と違う方向ではなくて、僕よりもう少し先の方を見ていただけなのかもしれないね。次はどこを探せばいいのかな？セイントリリークッキーが妖精王国で過ごした時の記憶だから。あそこだ。え？セイントリリークッキーが妖精王国で暮らした場所。おお、いい考えだね。セイントリリークッキーの部屋はどこなのかな？ユリの香りが一番濃いところじゃない？今もほのかな香りがするみたいだし。じゃあ香りをたどって行ってみよう。ここがセイントリリークッキーの部屋？ユリがいっぱいあるね。ユリの香りで頭がクラクラする。鼻の横にメモもあるよ。早く戻ってきて、セイントリリークッキー。セイントリリークッキーのために歌を作りました。妖精王国の英雄を待っています。気をつけて行ってらっしゃい。セイントリリークッキーのことを覚えている妖精クッキーたちが
積んできた百合でここを満たしているみたい。セイントリリークッキーは妖精クッキーたちにすごく愛されているんだね。これはフェアリーキングクッキーが書いたものかな。世界のどこに行っても世界中のすべてのクッキーたちを思う気持ちだけは忘れないでほしい。ああ、なんだか読んじゃいけないものを読んじゃったみたい。あ、フェアリーキングクッキーの手紙から自由の光のかけらが。早く確認してみよう。みんな寝ているわよね。千年に一度開かれるという魔女の宴、この機会を逃したら次はないわ。長い間探していたクッキー誕生の秘密を、クッキーを作り上げた魔女たちに直接聞くことができるなんて。ふぅ、ちょっと緊張するわ。私がビーストイースト大陸に来たのも、ここで魔女の宴のことを知ったことも、そして今回その宴が開かれるということも、すべて運命みたいに重なっている。今度こそ答えが見つけられそうな気がするわ。今度こそ必ずみんなが幸せなクッキーの世界のための答えを必ず見つけてみせる。フェアリーキング陛下。こんな遅い時間に一人でどこに行くつもりだ。魔女の宴に向かうのか。知っていたのですね。何を話してもそなたのことは止められないと分かっていた。なら行かせてください。そなたが思っているよりもはるかに危険な場所なのだぞ。承知していますわ。逆らえない存在の宴に足を踏み入れた瞬間、後戻りはできなくなる。そこにいるというだけでも避けられない罰が与えられるかもしれない。少し手を振るうだけで粉々にされるかもしれないのだ。そなたはこの世界の均衡と平和に欠かせない存在。そのことがわからぬのか。もしこの道に進むことができるものは私だけで、それが世界の平和のために欠かせないものだとしたら、フェアリーキング陛下は逆らえない存在に命じられたから封印樹を守っているのですか。本当にそれが封印樹を守る陛下の意志のすべてですか。クッキーの世界のためだからでしょう。封印樹からあの恐ろしい存在が解放されたクッキーの世界を見たくないからでしょう。そなたの言う通りだ。なら、フェアリーキング陛下に私のことは止められないはずです。陛下の夢見る世界、クッキーたちが安全で幸せに暮らせる世界、私もその世界を望んでいますから。そしてそこで向き合う真実こそが、その世界のために私が進むべき道だからです。その道に進むことができるなら、この命なんて小さな犠牲に過ぎません。クッキーの世界のための道は他にもあるはずだ。ここでも成し遂げられる。私と共に封印樹を守ってくれれば
一緒に成し遂げられるものじゃないのか。だからここに残ってほしい。ごめんなさい。でも約束しますわ。魔女の宴でどんな真実に向き合っても、クッキーの世界を思う気持ちだけは忘れないと。その気持ちはフェアリーキング陛下と共にクッキーの世界を守り続けると。さすらいの旅行者クッキーだった私を家族のように迎え入れてくれた妖精王国にはどれだけ感謝を述べても足りません。すべての旅が終わったら必ず戻ってきます。そなたを止める術はもはやないのか。ならこれを持って行ってくれ。このムーンストーンのかけらを。ピュアバニラクッキー、大丈夫？顔色がすごく悪いけど。僕は本当にセイントリリークッキーのことが何も分かっていなかったようだよ。どんな気持ちで、どんな覚悟で、何をかけてそこへ向かったのか。ピュアバニラクッキー、ここにいたのか。大至急、君たちを連れて来いとの陛下のご命令だ。早く行こう。陛下、鶴の魔法が。来たよ。どうしたの？セイントリリークッキーの封印魔法が何かに侵食されている。あの鶴が落ちてしまったらビーストの封印が破られるんじゃない？魔法を簡単に破れるのはその魔法をかけた者。まさか封印されたビーストの力を狙っている暗黒魔女クッキーがかつての自分がかけた魔法を破ろうとしているのか。この魔法を再び強化できるのはセイントリリークッキーだけだ。セイントリリークッキーを目覚めさせねば。今すぐにでも。セイントリリークッキーを目覚めさせるにはどうすればいいのですか？今のセイントリリークッキーの体は空に過ぎない。ただの空っぽの生地なのだ。空っぽの生地を生きているクッキーにするために必要なものは二つ。魂と生命だ。そなたたちが集めてきたセイントリリークッキーの魂が込められた自由の光のかけら。そして強力な生命エネルギーが必要だ。生きているクッキーが持っているほどの。ですがそれは生きているクッキーの生命のパウダーが必要だということですか？生きているクッキーを作り上げるにはそれなりの対価と犠牲が必要となる。だからこそ非常に恐ろしい魔法なのだ。それにいくら強力な生命エネルギーを入れたとしても、復活したセイントリリークッキーは永遠に半分の命しか持てなくなる。セイントリリークッキーのほとんどの部分が暗黒魔女クッキーの方にあるためだ。私たちにできるのはセイントリリークッキーの残りをかき集めることだけ。ならばなおさら大きな犠牲を払うわけには。まだわからぬのか、ピュアバニラクッキーよ。セイントリリークッキーを復活させることがクッキーの世界を守る道であることを。
魔女の宴に向かうセイントリリー・クッキーは言っていた。クッキーの世界のために進むべき道に、自分の命なんて小さな犠牲に過ぎないと。だったら僕の生命のパウダーを使ってください。え、ピュアバニラクッキー？どうしてそこまで。暗黒魔女クッキーとの戦いには君がいないとダメなんだよ。完全に消えるわけではないさ。力は少し弱まるかもしれないけど、実はずっと悩んでいたんだ。どうしてセイントリリークッキーが暗黒魔女クッキーにならなきゃいけなかったのか、彼女のそばで僕にできることはなかったのか、どうにかして止められなかったのか。でも今ならわかる。セイントリリークッキーに必要だったのは、自分のことを理解して共にいてくれる仲間だったんだ。クッキーの世界のことは一人で悩ませるべきじゃなかった。でもこれでようやく再びセイントリリークッキーに出会える。過去の記憶でも幻影でも暗黒魔女クッキーでもない、本物のセイントリリークッキーに。だから今回は絶対一人にさせない。陛下、僕の生命のパウダーでセイントリリークッキーを目覚めさせてください。それはできぬ。魔導士アジクッキーの言う通りだ。そなたにはまだやるべきことがたくさんある。封印寺を守るのはフェアリーキングの使命。そのための犠牲も封印寺を守るという使命を背負った瞬間から決められた私の運命だ。ですが、ピュアバニラクッキー、さっきの言葉は必ず守ってほしい。セイントリリークッキーを一人にさせないという言葉、復活したセイントリリークッキーにはそなたの助けが必ず必要となる。もう時間がない。早速始めよう。そなたたちが集めてきた自由の光のかけらを用意してくれ。スズラン味クッキー、魔女の魔法、蘇生の魔法の準備を。陛下、陛下の仰せのままに。やっと私の声が届くようになったのね。この声、あなたは。残されたあなたの一部を守るためにクッキーたちが力を集めてくれた。そうしてあなたに二度目のチャンスが与えられた。どれだけ大切なチャンスなのか、どうか分かってほしい。だから早く目を覚まして、セイントリリークッキー。私たちのこと覚えてる？どこまで覚えてるの？私は大丈夫。本当に私は戻ってきたの？でも私セイントリリークッキー、戻ってきたのだな。よかった。フェアリーキング陛下、
陛下は自らの生命のパウダーを使った蘇生の魔法でセイントリリークッキーを目覚めさせたのです。なんですって？陛下、どうして私なんかのために？恐ろしい罪を犯した私をどうして？セイントリリークッキー、私はそなたがいつか戻ってくると信じていた。そなたの封印時の枝は折れそうになっても輝きを失ってはいなかったからな。いっそのことあの宴のあのクッキー生地に落ちた時そのまま目を覚まさなかったら世界にこんなに大きな悲劇をもたらすことも陛下の大切な命を使うこともなかったはずなのに。セイントリリークッキー、そなたの気持ちが込められた魂は一度も消えなかった。微弱ながらこうして役目を果たしてくれた。暗黒魔女クッキーがあれだけ大きな悪になったのは、そこで向き合った真実がそなたに大きな絶望を与えたということだろう。だがそれだけの絶望の中でも世界中の全てのクッキーたちに対する気持ちは忘れないでほしいといった約束を守ってくれたことに感謝する。陛下、陛下は銀木の騎士団のクッキーたちがお連れしました。大丈夫でしょうか？セイントリリークッキー、妖精王国のみんながどれだけあなたを待っていたことか。皆さんもありがとうございました。僕たちは別に何もしてないよ。封印樹はもう大丈夫なの？まだ安心はできません。今も封印樹に巻きついていたツルの鎖が枯れてきていますから。でもセイントリリークッキーが戻ってきたからまた食い止められるはずです。フェアリーキングクッキー、大丈夫かな？フェアリーキング陛下は強いお方です。きっと回復されると信じています。では、僕も陛下の様子を見に行きます。セイントリリークッキー。ピュアバニラクッキー。あなたも私が戻ってきてよかったと思う。私は暗黒魔女クッキーなのよ。もう一度私が暗黒魔女クッキーになるかもしれないのよ。僕はそう思わない。君が戻ってこられたのは君が自由の光を失わなかったからだよ。君は暗黒魔女クッキーとは違う。だから戻ってこられたんだ。一度壊れた自由の光はいつだってまた壊れるかもしれないわ。ごめんね、みんな。ちょっと一人で考える時間が欲しいの。セイントリリークッキーは戻ってきたことがあまり嬉しくないみたい。自分が暗黒魔女クッキーになってクッキーの世界に悪いことをしたのがどうも耐えられないようだね。でももう戻ってきたんだから僕たちと一緒に暗黒魔女クッキーと戦ってくれればいいのに。暗黒魔女クッキーが
クッキーの世界を脅かしている間、ビーストが外に出られないように止めていたのもセイントリリークッキーだよね。セイントリリークッキー自身にもそのことを理解してほしいんだけど。セイントリリークッキーだ。一人にしてほしいと言われたけど、近づいてもいいのかな。じゃあ僕が一人で行ってみるよ。君が行っても邪魔なのは一緒じゃないか。もしかしたら勇敢なクッキーがセイントリリークッキーの力になれるかもしれない。え？そう？勇敢なクッキー、僕や多くの友達を励ましてくれたようにセイントリリークッキーと話をしてくれない？わかった、やってみるよ。セイントリリークッキー、一人で何してるの？勇敢なクッキー、あなたは私に怒ってないの？私のことを助けようとムーンストーンを壊したのに、暗黒魔女クッキーが再び世界に出てしまったじゃない。暗黒魔女クッキーが君の魂を利用しただけだろ。ある意味で君も僕も暗黒魔女クッキーに騙されただけだと思うけど。あなたは暗黒魔女クッキーと私が別のクッキーであるかのように話すのね。君が暗黒魔女クッキーになったのは事実だけど、君が持っていたクッキーたちへの気持ちは暗黒魔女クッキーにはない、君だけにあるものだからね。勇敢なクッキー、あなたはどうしてクッキーたちが作られたのか知っているの？あまり考えたことないかも。僕がみんなとこの世界で生きていくこととあんまり関係ないと思ったからね。関係ない？でも作られた理由がわからないとどうやって生きていけばいいのかもわからないんじゃない？そうかな。作られた理由通りに生きる必要はないんじゃないかな。どこに向かって走るか、どんな世界を作るかは生きる途中でも選べるものだと思う。だから冒険には終わりなんかないんだしね。生きる途中で選ぶ、そうなんだ。勇敢なクッキー、あなたにもっと早く出会っていたらいろいろと変わっていたかもしれないと思うわ。勇敢なクッキー、どうだった？正直よくわからない。セイントリリークッキーが目覚めただけで全てが解決するわけではなかったんだね。そうだね。封印樹が、封印樹が、どうしたの？皆さん大変です。封印樹の裂け目からセイントリリークッキーが目を覚ましたんだから、封印樹はもう大丈夫なんじゃなかったの？もう手遅れだったのか、フェアリーキング陛下の力が弱まった隙を狙われたのか、俺たちにも正確なことはわからない。とにかく今は早く封印樹の亀裂を防がなければ。私も行きますわ。セイントリリークッキー、ピュアバニラクッキー、私暗黒魔女クッキーになって友達をあんなに苦しめた私自身のことが絶対に許せないの。だからこそもう一人の私
暗黒魔女クッキーを必ず止めなきゃいけない。それが暗黒魔女クッキーとして犯した自分の罪を世界に懺悔する唯一の方法なの。セイントリリークッキー、私フェアリーキング陛下と私自身に約束したわ。クッキーの世界を思う気持ちだけは絶対忘れないと。全ての真実を知ってしまった今でもその気持ちだけは変わっていない。遅くなっちゃったけど、私の気持ちを信じてもらえるかしら。君と同じ方向を向けるようになったことが、君のことを守る二度目のチャンスができたことが、僕は本当に嬉しいよ。一緒に戦おう、セイントリリークッキー。記憶の中で見た場面と同じだ。あれだけ長い間俺たちを縛っていた鶴の鎖がやっと消えた。めちゃくちゃ気持ち悪い声を出しているけど、鶴の鎖が消えた。何としてでも食い止めないと。全力を尽くします。銀幕の騎士団全員突撃。はっ。裂け目がもっと広がった。封印が破られた。セイントリリークッキー、封印魔法を使ってください。あの時のように。もう間に合わない。ああ、なんて美味しい空気なんでしょうか。皆さん、お待たせしました。皆さんだけのピエロ、シャドウミルククッキーです。以後、お見知りおきを。